ートトレックとは、1830年代から40年代にかけて、オランダ系移民であるボーア人が、当時イギリス領であるケープ植民地から、現在のプレトリアやヨハネスブルグのある北部まで大移動した旅のことを言います。グレートトレックにはこのような滅ぼ者が使用され、現地人との戦いを繰り返しながら北部へ到達しました。クラス違う。ゾウがいる。この車輪で来たんだね。ケープタウンの方からヨハネスとかプレトリアの方まで来た。そうだね。イギリスの支配に嫌気がさしたオランダ人たちが内陸に来たんだ。この馬車で来たと。グレートトレックだね。グレートトレックしたと。そう。そういう歴史があります。これが正面です。すごいね。やっぱだからアフリカンスからするともうすごいさ。アフリカンスが当時のアフリカンスのボーア人という人が現地民であるズールと戦って。勝ったと。なぜならばアフリカンスはガンを持ってたから。なるほど。でズールは弓矢、ね、だし、なんか羽葉っぱみたいな盾と弓矢で戦うからアフリカンスは勝ったと。ここになんか置いてあるんじゃない？その火が、太陽が。中に布団とかが入っちゃう。これで寝ながら来たんだ。ね。すごいね。すごい。ちょっと洋風だね。はい、上？上には何があるんでしょう、みなちゃん。誰かのお墓かな。コメモレートする用のなんか。そうかもね。どうだった？すごい。なんだろう。これはさ、うん、南アフリカ今の南アフリカとかプレトリアの形になるすごい一番最初の歴史というか、うん、大きな一歩。そうだね。じゃないと白人がこっちに来なかったから。うん、それを感じる。確かにね。このアパルトヘイトのもっと前のね。そう、南アフリカといったらアパルトヘイトだけど、うん、その前になんでじゃあ白人が来たのかとか。そうだね。そういう背景ね。なんで白人が南アフリカを祖国だと思ってるかみたいな。そうだね。そういう白人中か、まあ、アフリカンスの人たち、うん、うん、この人たちももともとここに住んでるわけじゃなくてさ、もともとはヨーロッパに行って、その人たちがケープタウンに来て、うん、でケープタウンからそのボーア人っていう人たちが、うん、さっきの馬車みたいなのに乗ってこっちに来てるから、うん、
でもやっぱそういう開拓してきたみたいな、うん、そういう気持ちがやっぱあるんだよね絶対。そうだよねきっとね、うん、そうそうそう、そういう気持ちを持ってる子孫の人たちが今日来てる、うん、そうだね。